はい、えー、旅人タマラのタマラです。えー、本日はですね、えー、ネパールインドアジアンレストランパリバールというところの、えー、説明をいたします。えーとですね、まあ結構もう多摩地区をね、中心にこのお店ずいぶん増えておりまして、えー、都内にも1軒だけあるのかな。うん、で、本格的なインド料理。 であのー、ちょっとタイ料理みたいのもあるのでアジアンレストランという感じでやってますねまあ出会ったのは、まああのー、あパワーリフでね世界チャンピオンのミドテ,ミドテさんですねミドテ大輔選手とちょっとお話ししているときに、まあ、ラ美味しいラーメン屋さんってありますかって聞かれてラーメン屋さんを教えてその代わりっていう感じで教わったのがこのパリバールででまあ 私はあんまりねラーメンばっか食ってたので、まあ、カレーライスの店っていうのね入ったことなかったのでえー、まあ専門店みたいなねそういう本格的なとこ入ったことなかったので初めて行って初めてなんっていうのに出会いましてねうんあのなんて何なん,なんだってよく <laughs> そういう <laughs> ダジャレを聞きますけど私もその時になんて何なん,なんだろうっていう <laughs> そういうふうに思いましたけどね で、まあ、ランチタイムに行くといいみたいなんで、の11時から15時のランチタイムに行って、で、まあ、ど、まあ、どのセットでもね、なんとライ,フライスがおかわり自由と、まあ、そういう感じですけども、まあ、あのー、まあ、カレーはセットでね、まあ、いろいろあるんですよ。かなりあるんですけどもね。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、まあ、そうですね。とりあえずセットはですね、まあ、日替わりのカレーとかいろいろあるんですけども、カレーと、 サラダとナンと、あとライ,ライスのどっちかで、えー、スープ、でソフトドリンクがついて、だいたい900円ぐらいでしたかね。で、まあソフトドリンクは、まあ、あのジュースみたいのと、あとね、マンゴーラッシーがあるんですよね。私はマンゴーラッシーばっかりで、まあラッシーって何なの、うん、っていうことで、もうちょっとまあ発酵、うん、うん、発酵系の入飲料だったかな。 ようなそんな返事だったような気がしたんだけどうんちゃんと調べてないんで <laughs> ごめんなさいねでねあのー、まあいろいろやり方あってな何のねいろいろ変更みたいのがあって250円ぐらい足すとねあのチーズなんになったりレーズンなんとかガーリックなんとかねちょっと変わり種に変えることもできるっていう感じですね でやっぱりあのチキンカレーとかねマトンカレーシーフードカレーっていう感じで豚肉系とかじゃないんですよねでまああのランチとねディナーの違いなんかがあってランチになるとやっぱちょっと高くなるかなでまああのよ,、まあ、<laughs> よくあるねあのタンドリー、えーまあ、鶏肉だとかねまあそういったのを、まあ、チキンですよね まあのあ真っ赤っかのね、<laughs> うん、そういう骨付きのそ、そうですね、ケンタッキーフランドミシキンじゃないけどね、赤いやつでね、スパイフでやってるやつですね。あとね、あのネパールの麺料理でトッパっていうのがあって、まあ、なんていうかね、食べたことないんで分かんないです。<laughs> ちょっと食べてみるかな。 あそうだな、ネパールのね、麺料理っていうのがねう、あるんだな、ちょっとこれは少し興味あるなっていう感じですね。あとは、そうですね、えっ、ー、と、まああの,あの、タイの方のね、料理もちょっとね、いくつかあるんですけどね、まあ、あとスナックがあったりとかね、まあ、いろいろあるんですけども、 まああの本店は、えー、西武多摩川線の多摩駅かあの、ね、辺にあるらしいんですけどねそこはもう外人さんそう東京外語大学とかあるからね外人さんなんかも結構来てるみたいであのなかなかおも <laughs> 面白いかなっていう感じですねあと辛さに関してはですねあの甘口中辛辛口激辛ですけれども 甘口はねタテみたいにそんなにめちゃくちゃ甘いっていう感じじゃなくてちゃんとまあ少しは辛みもあってで、あとはあの激辛もね昔みたいにものすごい激辛ではなくなっちゃって今はなんか普通の辛さですね一応ですねあのカレー通の間でもなかなか評判がいいっていう話を聞いてますので一応私もカレーを食べる時はここを利用するっていう風な方向で えー、食べております。まあ母親なんかとも何回か行っておりますね。はい。ではまた明日、えー、旅人たまらのたまらでした。ご登録よろしくお願いします。